さんです。実際にあの運転していただくのでハンズオフドライブという手放しで運転ができますというところと、あの自動で車線変更できますというところのやりたいなと思いますので。実際どうですか、スカイラインってどうですか。めちゃめちゃかっこいいです。赤好きなんで高級感がありますよね。これなりの360度安全機能があったら青くなりますと手を離しても大丈夫ですよっていうね。いやめっちゃ緊張してます、はい、でやっぱ自動運転初めて体験するんでそれはすごい楽しみですけどちょっと緊張の方が。いきます。出発します。静か。よし、じゃあ話すよ。あ、怖い。そっ、はい、おーほほー、すげえ、すげえ、離している。すごい、カーブでもちゃんと真ん中を走ってる。僕より運転がうまい。これは楽だ。ちょっと車線変更もしてもらっちゃおう。はい、この時は持っておく。わ、すごい、してくれる。あ、今話もできます。楽しい。何これ。すごかったです。すごかったです。本当に実際にあのプロパイロット 2.0 を体験してちょっと衝撃的でした。高速ってやっぱ未だに緊張するんですよ、乗ると。やっぱ速いしスピードも、だから気を引き締めるというか、一個こう自分の役割を車に任せれるから、その分こう心にゆとりができるというか余裕ができるというか。手放し運転に関しては本当に最初本当に大丈夫かと思ったんですけど、もうすぐあ、これ大丈夫だっていうか、前方の車がちょっとあの速度が落ちたらそれに合わせて速度を落としたりとか、まあ一定のこう距離感を保ってくれるんで、すごく安心感あって、全然こう手を離してても大丈夫だなっていうのは実感しました、体験して。車線変更も安心して落ち着いて本当にこういろいろできるなっていうのは本当普段あの仕事で使ってる感じですね。現場の移動っていうのをまあほぼ車でやってる感じですね。まだ自分の車持ってない時とかはレンタカーで借りて、よくお台場の方まであのドライブとかをしてました。焼け綺麗だなとか言って、デートコース矢櫃峠とか夜景がすごい綺麗なとこあるじゃないですか。あそことかもたまに友達とあの昔行ってたんですけど、ちょっとそこはいいかもしれないですね。夜景が綺麗なんで、まあ本職というか本業というか、まあ、あの普段からやってる仕事の、まあ、いいところというかをこう見せれるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。まあいつもやり慣れてるところなので、まあ落ち着きはありますね。頑張ります。はい、先日は先日お世話になりました、はい。まあ、小野さんの体験の間にですね、はい、テクノの気持ちという形で、はい、いわゆる作る中の気持ちが入ってくると、はい、その声は始めていただくということ
どうなんでしょう、中止になってます。今日はプロパイロット 2.0 を体験してもらうね。 OK、 ここからは僕に任せて。大丈夫、安心して。ゆっくり手を離してみよう。01秒の1ブロックちょっともう一回やってもいいですか。はいはい。今日のドライブは僕がサポートするね。次は車線変更をして追い越しをしてみよう。すげえってみんなもうお届けですさすがいやいやはい、終わりました。お疲れ様でした。よいしょ。はい、お疲れ様です。リラックスしてもいつもやってることをプロフェッショナルにやれたんじゃないかなとは思いますけど、車の技術の気持ちをやるとは思ってなかったですね。さすがにプロパイロット 2.0 やっぱり自動運転の技術がどん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 向上して明るい未来が待ってるっていうところで、明るくこうなんか希望にあふれたような、まあ、元気な感じの声をイメージして演じさせてもらいました。僕は割と直感の方ですね。ただやっぱ自分の声のを結構俯瞰にで見れるようにっていうのはいつも思ってることでやってるので、なんかこの感じの声で撮ったらなんか自分の声がもうちょっと明るく聞こえるかなとか、なんかそういうことはいつも意識してやるようにはしてます。余裕そうですね、いつもやってることだったんで、気持ちに余裕があったなっていうのはありますね。そうですね、やっぱ自動運転で何を目指すかって、やっぱその車の運転の安全だったりとか、事故が減ったりとかで、そういうそのなんか安全な未来、車の運転の未来みたいなところをやっぱ目指してもらいたいですし、本当に究極はやっぱ事故ゼロになる未来っていうのがやっぱ一番理想的ではあると思うので、その安全な運転、安全な街、車によるなんか事故のない世界みたいなところをこう目指して自動運転の技術を向上させていってもらいたいですね。はい、はい、ということで本当に日産の素晴らしい技術に触れました。オノケンナビ、そしてテクの気持ち、ぜひご覧ください。バイバイ。